はい、皆さん、プロハンバーガーですよ。あの、金メダルかじっちゃった市長、いたじゃないですか。今日ね、僕、夕方サウナに行ってて、で、サウナの中のテレビでですね、その、金メダルかじっちゃった市長の、で、あの、かじるシーンをね、あの、わざわざスロー再生でね、何回もやるんですよ。で、まあ、サウナ室に僕一人だけだったんですけど、それ見て思わず僕吹き出して一人で大爆笑しちゃったんですよね。 確かに絵面としてはね、これめちゃくちゃ面白いなと思って。あの、僕はあの、ちょっと前に、あの、WHO のテドロス委員長の、あの、石の上にも、あ、じゃねえや、えー、石橋を叩いて渡るっていうのを魔改造したことがあって。でもこういうなんか時事ネタみたいなものをね、魔改造するとこう、受けるなとね、そういうこう、自己承認欲求の 化け物にね、ちょっとなりそうなところがあってですね、これを魔改造したら受けるんじゃないかって頭の片隅でちょっと思ってしまったんですよ。で、あの、ツイッターの方を見たらですね、えー、例によってあの、プロハンバーガーこれ魔改造しないかな、みたいなのが、いくつかこう散見されて、まあ、このね、問題って結構微妙だから、このアンケートっていうのが、機能があるじゃないですか、ツイッターにアンケート機能。で、アンケートをやったら、その、 小気味良いビートに乗って、えー、金メダルをかじるおじさんが見たいですかと一応ね、こう、見たい、見たくないでね、アンケートを取ってみたわけですよ。そしたらね、あのー、500、百票以上の、こう、投票がありまして、これがなんとですね、もうほとんど拮抗状態、見たい、見たくない、ほんと50%、ーセ49%ぐらいので、こう、競り合ってで、まあ結果的にその見たくないっていう方が勝ったんですけど、これそもそもね、あのー、スロー再生でテレビでやることが、それは、笑わせ しようとしてるのっていうかそのなんかそのシーンを強調したいんだとは思うんですけど明らかにあれはちょっとこう笑わせてるよなっていうところで日常生活にこう闇落ちのね罠があるっていうことを知ってしまいましたね怖いですね面白いは時にあの正義とか倫理っていうのを軽く超越してくることがあるんでみんな気をつけろよじゃあプロハンバーガーでした。